おはようございます。スクープ TV のわけでございます。というわけで本日スロットの第206話ですね。初めて来ます。大阪で初めて来る店舗でイルサローネ貝塚店さんなんですが、スロットがね200台で、低貸し抜いたら多分150台とかで、ジャグラー抜いたらもう100台ないぐらいなんですけど、100人ぐらい、どうしよう、こんなつもりじゃなかった。車の中ではちょっと今日やってるか、ちょっと言いたいリベンジとか言ってたんですけど、3台しかないですよ。そういう次元ではない。まず液晶がついているかどうか、この抽選すべてです。いや結構ここよね、120名ぐらいいらっしゃるみたいで、ちょっと収録が終わる可能性がある。朝一頼む、本当に頼む。あー、いいよ、あ、耐えた、どうにかなる。でかい、やったな、やった、なんとかなったな。よし、何が空いてるかちょっと分かりませんが、収録ができそうです。耐えた。いやー何が空いてんのかね。おはようございます、お願いします。いや、いい番号引いたけど何でも取れる番号じゃないのよ。いや、 やっぱみんなスロット行くよね。あー空いてるやん、マジで。あ、取れるんだ。モンキーの横行こうかな、こっち側のが並びありそうなんで。絶対お前10万8000返せ、マジで返せ。超月読み引きます。リベンジの時が来ました。とりあえずそのリベンジの舞台には立てましたね。どうなるかわからん、正直怖い。そして今天国を抜けたところです。もう怖いね、もう600まで行く雰囲気するもん。あれ何話だ、2個前か3個前2個前か。10万8000円オールナイト以来で初めて、200何話やってきて一番負けたっすね僕が。まさかゴッドイーターとは3強じゃないんだ、ゴッドイーターなんだ。まあ、今日ねイルサローネ貝塚店さんっていう大阪にある初めてお邪魔させていただく店舗での収録なんですよ。初めてだし傾向もわからんし、データとか見てもあんまりそのお店の癖とか仕掛けとかにかわからんかったんで、リセット狙いとか初当たり稼ぐ系で勝つかって立ち回り会久々にやろうかなと思ったんですけど、にしては人が多い。もうメイン機は移動できないですね。メインが2つもありまして、中央通路の一番スロット側というか、この列がモンキーターン、ゴッドイーター、シンオニム社で、それからイニシャル D みたいな感じ で後ろが北斗っていう島と中央通路挟んで、向こうが三強ボックスですね。初めてで三強ボックス行くのちょっと怖いなっていうのもあったんで、このモンキーターンの列狙ってたんですけど、まあ、ゴッドイーターまあやろう。まあ、三強強そうなんですよ雰囲気的にね、人めっちゃ流れたし。ただやっぱ三強が強いお店って、その三強ボックスの中でもどこに行くっていう明確な狙い台がないと僕はあんま行きたくないなと思ってるんですよね。どこでもいいから、トルタ、バルブレイブ、カラクリ、ワーイはちょっともう古いかなと。今はこんだけね三強に力が入ってる世界ですから、その中で狙い台ってものを絞ってから行きたいなと思って、でゴッドいただきました。まあ普通にリベンジしたいです。今日は目標大きく分けて3つあります。まあ、まずはもう勝利で、2つ目が神チェリーですね。まあ、通常時引いたらフリーズのチャンスだし、 AT 中引いたら出玉増加のチャンスでもあるし、で3つ目、今日の朝ほやほやで解析出まして、つく読みの超つく読み出現率、つく読みと対峙した時の約 1% らしいです。 1.5 分の1で7揃うらしい、えぐい。それの3つのうち、まあまあ勝つのは最低限として神チェ超つく読みどっちか引きたいですね。そんでもってこの今日のスロット206話が11月内で上がる最後のスロットだと思うんですね。初めて200話やってきて、初めてこう視聴者見てくれてる方に還元ができるチャンス、プレゼントチャンスありまして、応募が11月末までなんで、よかったら、まあ、応募してほしい。普通に世の中にプレゼントのリポストとかね、よくあったじゃないですか、ツイッターでリツイートでお金配りますみたいな。まあまあ言うわ、あれ全部詐欺です。スクープ TV という YouTube チャンネルのスロッチョっていう番組の200話から203話のキーワードを4つ集めて応募、応募さえしてくれたら結構当たると思うんです。だからよかったら応募してください。目覚ましと T シャツと乗り打ち券ね。乗り打ち券に関しては2人なんでちょっと母数少ないですけど、よかったら楽しく乗り打ちしよう。夜ご飯とか行こうね。時と同じ雰囲気です。なんか10枚目って言ってる僕がちょっと
浮かびました。どうでしょう、この子はチャンスも入らなかったね。ストップもない。よし頼むぞ。千枚出すの返ってくるんだ。オッケー、スイカ、うん、どうした。スロッチョかけるゴッドイーターの相性が悪すぎるんか。カメラなしってこんな下手じゃないけどね。よし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 、枠下をしてスイカ中断というか、あの挟む形で二角です。うわチャンス目や、チャンス目、俺が目押し下手であって最悪やだよマジかよ。いや言ってもチャンス目だぞ。ほっ、あーあー思い出す、あの時、あの時思い出す、やめて、本当にやめて、笑えない。この後どうせ天井行って、今2万投資が5万投資になってるからな。いやえぐない、なんで俺のゴッドイーターだけこうなんの、なんでなん。耐えた、いやスイカぐらい、お前スイカぐらい、ナイス、助けてこれで頼む、はい、なあそんなむずくないやろ、ゴッドイーターで一生ってそんなむずくないやろ、あ勝った、危ねえ、よかったマジ本当にさ、ありがとう、お前一回勝つのむずすぎる。さっきのリプレイだ、ここでのスイカの水打ちが大変なことになるらしいよ、俺なったことないけど。はい、まあ今日その辺も引きたいよな、ここでレアク、あ一応250枚以上、あ最低、あれも出たね、チェリーからの変換確率も出まして、ジャックチェリーから変換自体は 2% で、ほとんどが強チェリー変換ですね。 1.92% が強チェリー変換だった確かで、 0.08% でジャックチェからそのまま神チェで、強チェ引いた場合も、また同じ 2% ですね。で神チェリーに昇格、だから強チェ50回いたら1回神チェって考えたら思ったよりしますね。でカリギュラだっけ、チェリー変換しやすい荒神はジャックチェ引いたら25% です。 25% で強チェリー以上に変換で、強チェリー引いたら 20% で神チェらしい、あいつの時、あいつの時に強チェ引いてさらに 20% って考えたらちょっとむずいね、そっちは。あーいいじゃんか、弱点2個、いいねいいね、あ違うか、こういうことか、今話したチェリー変換ですね。もう素直にチェリー引きたい、惜しい、いいじゃんか、とりあえず強チェ、強チェ来しまえ、そしたらもうゴブチチェ、あーってなったら 1.95% で神チェです。 23.5% で強チェです。来い来い、よし4分の1は取った。でまず強チェの上がるだろ、これが 23.5%、 2% あるから、こっから神チェ 2% あんのよ、あるだろ、あのまあ息できた人いるか息できおぼろ、まあ、けどこれでオーバーキルよね。俺もしかしてゴッドイーター10万8000円プラス2万12万8000円使って動画で初めてオーバーキルした、嬉しい嬉しい、ほい、さあオーバーキル、よし人気覚醒です。これが普段通りよな、この裏ボタンのこの子が出たら高継続だった確か。おい8ゲーム保証です、だからこの間でレア役引きましょうよって感じですね。8ゲームの間に、8ゲーム以降は子役で継続みたいな感じでした確か。はい、ここのねレア役まあまあ強いのよ、代行で1400とかあったから一発行きたいね、8ゲームあったら。いいよリプレイ、レアコイで、レアコイで、さあこれで保証使い切りです、ここから継続率です。あー最低最低、しょぼすぎ、平均349です。
応ベッド復活あるないか。さあ結合が1個取りました。あーまあ一番いいとこで結合が持ってる時に来ました。チャンス目プラス何もらえる。チェリーがいい、チェリーがいい、チェリーがいい。あーもう左で一角っすね。さあぎじったね。プラス黒ナビ、これもリップか。このリップで勝ってる可能性もある。赤までいけ、赤までいけ、赤までいけ、いった、よし。1個目か2個目で勝ってるな多分。勝ってるっぽいんだったらここでも引きたいよね。いやあの時から3頭討伐はあのスロッチョ新記録です。今日はいいゴッドイーターというかその噛み合ってるね、ちゃんと。ありがとう。あーチェリーの方もね、はい。ポン、よっしゃー、おもろい、おもろいね、こういうこういう演出ワクワクするね。今日順調、よし。ニパ昇格はなし。さあ4荒神目、はーい、200です。いいね。さあつくみ以外全員出ましたね。ほっ、あーチャンス目や、チャンス目や。あっしゃ、ラッキーした、ラッキーした、ありがとう。ポン、スイカスケベか。え、嬉しい、ラッキーした、ラッキーした。結合会しかもリプレイした、マジで。だこのバトル4ゲームと残り5ゲーム、9ゲームで1回リプレイいたら勝ちだし、山ほど引こう。ナビ出ろ、ナビ出ろ、ナビ出ろ、ナビ出なくても、ああ、ナビ出ろ、ナビ出ろ、なんでなお前、ちゃんとし、ちゃんとして、ちゃんとして、あお前、俺俺ちゃんとしろ、俺俺本当何してんの。いや、あと5ゲームしかない。お前、勝っ、お前。さあ、大丈夫、大丈夫、本当に。引かん方がむずい。危ね、ヘッドセット投げようとした、すみません。はあはあ、どういう下手さ、どうした、いきなり、え、本当に終わった。後ろ画面でほう天井いただ、もうがほぼないですね、ジャグラーぐらいスロットだから逆に冷静になりました。やるしかねえのかと、この台で。いや最近スロッチ多いですね、まあ、ありがたいですけど人が多い、移動ができない、立ち回り番組じゃなくなりつつあります。いやちょっと天国厚め、チャンスを前兆、チャンスアップ絡んで外れ、全部は映ってないと思いますが、ちょっと雰囲気良くない、人をおちょくる雰囲気が出てます。もう一回当たりまでは行こうかな、そんなすぐ飽きられてないんで。今240、僕の予想はしたくないけどゲーム数天井っぽいです。結果はこちらです。いやちょっと待った、ちょっと待った、俺の予想300の前兆外れて420ぐらいで紙チリです、これです。まあそうよね、そうよね、1032。
横が当たりっぽいです、スロット板3台の中では。これが伸びなかったらパチンコだと思います。きついわ、スロット少ないしな。ゴッド板に2話で15万使って激にハンニバルまで行ってないの、やばすぎ、やばすぎだろ。本当に目の前をどうにかしてくれ、側面と後方はいいから、目の前の俺を助けてくれ、頼むぞ。本当にお前もバガラリ禁止だ、お前。はーい、あーどん、やばい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 、えぐえぐえぐ、うわー1034、これでお店の中で暴れたら俺が悪い、悪い、なんでな、誰が決めたそのルール、生き肉日本ね、ね、ねー、よし、ごめんなさい飛ばしてました、よし、マジであるじゃん、よし、よし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 、耐えた、42本、朝一天井、普通の天井、天国、ありがとう、マジ嬉しい、よし、激鈴まで行こう、本当に、激鈴ってもう教えてやります、こいつに、さあ、これが最後だと思って頑張ります、これダメだったらパチンコだと思います、はい、OK、誰でもいい。パチカ君のだけかな、いやー惜しい、あプラ200枚、今向いてな、向いてない、ゴッドいた、あーすごい、面白くない面白くないやろそれは、一回もリプレイ引けないんだったら。ピンチです、大ピンチ、僕の大好きなスロッチョがただただ普通に負けていく番組になってしまいます。もうゴッドイーターはしばらく置いとこう、うん、というわけで、真剣に勝つためにバッキーました。この台こんな感じ、朝1多分設定変更だったんですね。で、50% の天国引っかかっていて、その解放のカタルシスでチャンスオン失敗して、やめたんだと思います。設定変更後のモード以降が実は朝1の 50% よりその後の朝2の方がこの台チャンスなんですね。まあちょっとこの台がある頃に説明したんですけど、66% でとりあえず天国です。これめっちゃ熱い。ただその 66% 取れてなかったら何も得られずに天国抜けでやめるんで、本当にこの気合バチバチ、とりあえずチャンスオンぐらいは取らせてほしいですね。115どうだっけな、よし、でかいでかい、よし、この間に手紙は流れてきてないんでマットストックの人とかはないです。懐かしいマットストックまあというわけで131かな、持ちメダル60枚解放のカタルス、どんなんやっけ、右波ならいいんだよね、中ビルがダメなんやな。で 33% でここ超えんのよ確か、うわ、あー頼む頼む、なんかね裏ボタンとかなしでいく、なしでいく、なしでいく、お願いお願い、赤鳴らすから動け、よし、うん、これどこまで行ったら現実的だっけ、ここ全然やな、ここまだダメです多分、はい、いいよ、いいレバーだったね、お願い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 、うわ最悪や、待った、よっしゃ、あるやんけ、あるやんけ、懐かしい笑っちゃった、大事な場面なのに、頼むって、俺が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 、よし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 、はっ、おもろいね、俺が俺が俺、ベル動け、ベル動け、ベル動け、よしよしよし、うまい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 、しかも待ったそこまであるかもしれないからね、よし、青いなくなっちゃった、頼む、動け、あーやばい、1個か、いやもう何パーとか調べないでいきます、絶対5割はある、こいつ言ってくれよ、嘘だろ、ちょっと本当にお前、違う嘘嘘嘘、違うこんなおもろかったのに、こんなおもろかったのに、こんなおもろかったのに、あよし、おもろいよし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 、でこっから先は確かそんなおもんないです、この台こっから先はそんなに面白くなかった確か、
よしよしよし、デザインパートまで行けた。よし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 、そうか、都市伝説がデフォルトね。うん、なんか、オッケーオッケーオッケー、なんとなくなんとなく、あ、全部白だけど実は最初赤みたいな感じだったと思う。あっという間でした、あっという間でしたね。どうなればいいんだ、勝ちゃいいんだけど。よし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 、さあ初期ストックのなんかあったわ。そうだそうだ、ああいいじゃんいいじゃん。なんかさ、これ攻撃の種類、え、これなんかなかったっけ、これ調べた方が良さそう、絶対なんかあった。え、今の紫は何、うわ調べないでいこう、その方がいいわ。でゲーム数は、あ、そういうことかな。まあこれ当たったしね、ちょごめん我慢できん、調べる、ごめん。やっぱそうですね、バキのトリケラトプス剣かヒットが50ゲーム以上か超広角濃厚で、紫ナビも、次セットのゲーム数したですね、30ゲーム以上かな。あ、弱い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 、はーい、あ、なんでなん、いや大丈夫ですよ、結構大丈夫だったはずこれ。そうよね、あーごめんなさい、どうだっけ、全然だっけ、熱そうだけどね。チャンス目か、赤字よ、チャンス目、チャンス目って降格じゃないと全然いかないですよ、 7% ぐらいだった確か。でこれでいくってことは今降格なんじゃね。よし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 、赤来ちゃえ、赤1回で事故る、はい、あー白だなー、チェリーかー、いやー行ってくれ頼む、なあむずすぎだろこの台、1個ぐらい取れ1個ぐらい取れ、延命しろ1個ぐらい、調子乗ってんじゃねえ、ボタンまで出る、なんで取れねえんだよ、あーむずいね、こんな台だったね、おもろいね。この白もやレア役なんですけど、びっくりマークが出てたら継続確定なんですよ確か。白もやの時は継続引っかかって、今日強チェってどうだっけ、あーだから嫌いになったのかな、いやけどじゃない、強制強制よ、なんか背景なんかあったのこれ、お父さん喜ばせなさいはモード関係あるから多分復活するんじゃない、なんでな、なんで、え、ここまでなかったっけ、あれお父さん喜ばせなさい、逆転王は C 以上濃厚、そうよね、だから逆転すると思ったのよ。で C が200ゲーム天井ですね、まあだから天国だと思います、天国まで打ちます、おもろいじゃん、増えてるし、ここよな、ここで、いやー、え、ちょっとよ、やったーよっしゃ、星13つ目、報告中何パだっけ、50パぐらいなかったっけ、あと裕次郎、裕次郎とかどう、オッケーだ、熱いっしょこれは、よし白か、ダメ出し、あチャンス目、よし1個取れたら十分、さあ2セット目も遅くないです、終わった、ちー 25% だったんかな、はい、ねこの74枚獲得2セットで、やる価値十分ってわけだ、やる価値十分、復活なし、
この展開でこの台で38枚増えました。だから打たなくなったんだと思います。ミスった、ミスった、バキで時間使いすぎた。おもろかったし期待値あったし38枚勝ったんですけど、50分使うのはどうなん、残り3分です。いやー窮地ですね、このゴッド板を負けしてゴッド板行って何にもない、これ本当にやばいじゃないですか。まあ、ちょっとズルなんですけど、絶対勝てる台が久々にホールで出会いまして、久々に再会しまして、絶対勝てるんですけどズルなんです、まあ、だからあんまり使わないようにしてたんですけど、もうこれはもう殿下の方と抜くしかないということで、勝ち確です、今日。まあ、とりあえずあの出しながら説明します。いきなりフラッシュでお会いしましょう。当たりました。ちょっとずるいかなと思ったんですけど、まあちょっと最近我慢したしね、1回くらいずるしてもいいかということで、そうです、こちら B イニシャル D ノンストップ3000エディションです。まあ当たって74% を取ったら絶対に勝ちの台なんですね。まあもうだから当たるまで打たなきゃいけないんですけど、 74% 取ったらもう勝ちなんで、メダルよな。そうか、プチョン最強リーチいったな。あれあるか、さっき読んでないけどあるかも。キリフラッシュはない。いやけどどうだろう、あっていいぞ全然。プチョン、プチョン2回目、プチョンで両つけたのリーチって、これがなんとかゾーンよな、なんとかゾーンって藤原ゾーン、藤原ゾーン先は入ってなくて、夏木が大チャンスで、いやけど、けどじゃない、こんなの。やった、よっしゃ、あ違うか、絶対勝てる台です、絶対です。あのけどね、ここまでは当てなきゃいけないのよ。199を引いて 74% この後ね、 1% で全回転で直ラッシュ、 74% でラッシュ、 25% で通常、その 74% までは頑張んなきゃいけないんですよね。だからここまでとりあえず嬉しい。8本パチンコ使ってます。ここさえ通れば勝ちの台です。これ赤になれば当たりです。お願い、ここだけは頑張んなきゃいけないの自分で。よしよしよし、はい、負けました。よし、だから合計が42本パスローで8本パチンコ、50本ですね。まあ、だから1万2500発あったら絶対、バキの枚数もあるし。でなんでこの台が勝ち確なのか、え違う違う違う、あ財布、最悪だ、マジか、ミスター、走りちゃんミスター、これ苦手なのに、クソ。いやまあ、こっからこの台1玉入れます。 50% で当たり、50% で外れ、通常時です。当たった場合 50% で1500玉、 50% で3000玉です。もうすごいと思うでしょ。でその後はそれが2回チャレンジ、1回通ったら2回転チャレンジがあるんですね。パチンコって勝手に当たるじゃないですか、電柱とかずっと打ちっぱで、勝手に当たって勝手に振り分け、勝手に転落とか言われても知るかって話なんですよ。1球なんですね、もう自分のタイミングで好きな 50% 打ち出せるんですよ。レバーオンと一緒なんですね、50% のレバーオンは 100% じゃないですか。もうだからここで、ここの 50% に気合い入れるんで好きなんですけど、この演出だけちょっと最高。ああ、入んなかった、入んなかったも落ち着いて、落ち着いて、何回でもチャンスあるから、来い。ああ、入んなかった、うん怖い、来た、かい、ああ、オッケーオッケー、かいじゃなかったらもう結構熱いので、チャンスアップ、青、青か、赤とか緑とかあるんですけど、緑、赤でもうだいぶ熱い、緑か、ちょっと弱い、ちょっと弱い、見せ先生、復活復活、あのボタンがこうガチャンってくっついて復活です。その外すわけない、絶対勝てる台なんで、これくっついて復活です。喋ることないって、コクやって、そのどうすんの、そのいいよ、サムネとかどうすんの、どうしよう、俺バイトやし演者だけやし、もう知らんし、うん、知らんし、構成とか
もうやれることやったもん。どうしよう。今の到達枚こちら、まあ、ちょっと俺も上がってないんですけど、多分6万台にはもういっちゃってるよな。あと万枚とかいるんじゃないのって感じ。あ、すいません、今日の収支からですね、すいません、今日の収支が5万使って306枚なんで、マイナス1994枚かな。西暦の数だけ負けた。1994年生まれなんですけど、どうでもいいか。どうでもいいですよね。僕もどうでもいいです。なんか喋れって言われるから立ってるだけです。初めて行くお店むずいなって。今の記憶持ったまま朝だったら、まあけどゴッドイーター横寄せだったしな、まあ設定ぐらいしてなかったんじゃないかな。リセット恩恵でまず攻めて100人いたとはいえ、後から別にイニシャル D 行けば勝てるんだから、そうね、そこだったな。イニシャル D を頭に入れた立ち回りをすべきだったかなと。朝一恩恵は結構あったんでね、まあ、ちょっとたらればですけども、ちょっと初めて行くお店むずいなと、いうわけで、ちょっとここまでスロット連戦でしたが、次2週間ぐらい空いて、次もね大船と岩手県の初めて行くお店なんで、まあ、ちょっとやっぱ初めて行くお店なんでデータとかちゃんと見て、初めて行くお店攻略次回は絶対勝ちたいなと。もうそろそろ言ってる間に本当に7万7000円 やばいんでサマイが、まあ、やばいんでとかなんか切れ気味ですけど、全部僕です。僕がゴッドイーター下手すぎるんで、まあ、ちょっとこんな感じで私 X やってます。アメブロはもうやってませんX やってます。ちょっとソロチョらしからぬ回が続いてますが、今日とかもね森ちゃんとあと新人の子来てんですよね。多分俺が負けたとこ見たことなかったと思うんですけど、今まで今日負けたってことで、まあ、ちょっとあんまり偉そうにできなくなっちゃうんで2連敗はないかな。次は絶対勝ってね、とりあえず7万7777枚復帰目指したいと思います。あのプレゼントの応募まだ続いてるんで、してない方よかったらしてください。帰ります。帰ります。最低気温は5度らしいですね。元気ありがとう。お祭り状態です。お店が来た、ほら、すいません、すいません、ファンの方ですか。すいません、ちょっと待って。